私たちのためにも、ヨナ、新しいヨナであるクリストが印です。クリストご自身が印です。クリストご自身。あなたにとってはクリストご自身は、印ですか？改心の招きですか？改心は何ですか？フォティケのディオドカは、改心は愛です。愛する。骨に、なんていうの？しみるほど。すごい。骨身にしみるほど。に、クリストを愛する。クリストの愛は骨身にしみるほど感じてますか？これは何ですか？感情的なことではない。これは罪の許し。ヨナは、イエス・クリストのイメージでしょう。ヨナは自分のが罪人であるということを分かって、ギリギリ救われた、復活させられた、その魚の、でしょ？口から助けられた。だから印となった。私も罪人であったが、改心して、救われたと。クリストは罪人ではなかった。にもかかわらず、罪となって、私たちを愛した。今日愛しています。今日のあなたのと私の罪のために命を捧げた。2000年前に十字架の上で今日の罪のために彼が苦労した、彼が悩んだ、彼が死んだ。これは骨身に染みるほど経験していますか？つまり、すべての考え、すべての識別、すべての息の中にこの愛がある。私たちはこのために生まれたよ。だから改心はただ良いキリスト者になるため、良いなんか、神父になるとか、そうではない。改心はただ自分を愛する、そういう奴隷からキリストを愛する。という自由。こういう関係、の中から全ての関係出てくる。学科には書いてあるね。この愛をいただくために、全、遺産を出しても、もう、とんでもないことである。つまり、この愛を買うことはできない。ただいただいて、それに生きるように。それ、この関係があれば、兄弟との関係も違う。ね、無償の愛が私たちの中に、骨に染みるほど入るように。本当にこの春節の間に願いましょう。これは私たちの目的。クリストと結び、クリストと親しみ、その親しみで生きること。これだけ天国の味見である。